これが CDM4 のメカですかね。それで、これが何言ってみたいってんですけど、これをがこう入ってきて、こう閉まると、この電源が入って、この下の、これを閉ま、これが閉まって、これをスイッチを押すと、このモーターが回ることが分かりました。だけども、こちらが全然動いてないんですね。このモーターが。上げ閉め。入ると多分これ下がって読むようにするんでしょうけど、これが動かない。で、ここにセンサーがあって、こうくる、ここにセンサーがあって、これがこう、クランプが、これを回すと下がるんですよね。下がって、ここに、このセンサー見えますでしょうかね。これが、こう下がってきて、こう上がると、曲が始まる。とは、この、モーターが全然動かなくなっちゃいました。ということで、今、このモーターを、これが動かなくなっちゃうんですね。こっちはあの引き出し用のモーターで、ここが、モーターですけど、この、モーターのこの青い配線が切れてんのがわかりますでしょうか。これ私が切ったんですね。うん、これはアホでもわかります。まずくっつけてみます。で、もう一度報告させていただきます。ああ、これも抵抗も触っちゃって倒れてますし。まあ、いい加減な。整備というか修理はいけません。